衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの1回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ 1,2番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。まずはジャイアンツの先発里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい、ボールになります。次が3球目、インサイド落ちました。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。さあ先制のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには糸原。もしかするとエンドランを仕掛けてくるかもしれませんね。さあ仕掛けてくるでしょうか。初球大きく外れています。ボール先行、ランナー動いてくるか。一塁牽制、セーフ。ここも牽制、一塁はセーフ。3球目は何で来るか。3球目打ちました。取ってワンアウトです。バッターは3番マルテ。前回のゲームでは無安打に終わっています。ワンアウトになっています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。ジャイアンツピンチになりました。ここは三振を取りたいですよね。そうですね。インサイド、レフトへ打球伸びる。さあサードランナーはどうする。サードランナータッチアップ、三塁へ送球。サードランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。犠牲フライを決めてきました。1対0、序盤から先手を取られています。ご覧いただきましょう。先制点は犠牲フライで奪われてしまいました。もう少し厳しいコースに投げ込みたかったですよね。犠牲フライで先制点を取られています。まあこの後が大事になってきますね。まあそしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、バッテリーとしては嫌な局面ですね。そうですね。さあ気をつけていきたいサンズがバッターボックスです。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。ファウルになります。引っ張った。さあどころです。サード取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース犠牲フライで先に点を取りました。1対0、タイガース先制です。1回の裏ジャイアンツの攻撃です。ジャイアンツはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますタイガースはご覧のような守備陣です。タイガースマウンドに上がるのは吉川が打席に入ります。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。初球ボール、次が2球目、アウトコースへ決めました。低めのボール入りました。ワンボールツーストライクです。ボールになります。よく見極めましたね。やはり選球眼のあるバッターですよね。膝元変化球がわずかに外れています。スリーボールツーストライクです。キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは2番に入っている松原。2試合当たりが出ていません。秋山、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、2球目は何で来るか。追っつけて打ちました。この当たりはどうか、
になった。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。打順は3番坂本。2試合当たりが出ていません。ジャイアンツ同点のランナーが出ています。打った高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは2塁到達。チャンスを広げていきます。ここは最低でも犠牲ぐらいという場面ですね。そうですね。低め絶妙のコースに決めてきます。ここは見ます。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。落ちる球で誘ってきたんですがバッター動きません。フルカウントになります。外れてフォアボール。いや、ここは少なくとも犠牲フライは打たないといけないですね。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。アウトコース、これは見送ってボールです。外低め決まってストライク。ワンボールツーストライクです。落ちるボールです。ここは中間守備ですね。まあ、バックホームとセカンドゲッツ両方狙える守備体制ですね。ああ、なるほど。うちのボール打った。いいところに上がった。さあバックホームするか。さあ同点のランナーがタッチアップ。サードランナーがホームに帰ってきました。丸木。さあご覧いただきましょう。犠牲フライで同点に持ち込みました。初球ボール、外角低めのストライク。うまくボール球を振らせました。ワンボールツーストライクです。5球目は何で来るか。空振り三振。前にボールを飛ばせません。三振で攻撃を終えました。勝ち越しのチャンスだったんですが得点には結びつきませんでした。まあなかなかねボールを絞り切れていませんね。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点。2回に入ります。タイガースの攻撃。バッターボックス糸井。前回のゲームでは無安打に終わっています。さてアウトコース打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。バッターは7番に入っている梅野。2試合当たりが出ていません。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。大きく外れてボールです。これが3球目。打ちました。ボテボテ。ショートが前に来る。ショート取った。ツーアウトになりました。8番バッター木浪。ツーアウトランナーありません。この回の戸郷4球でツーアウトにしています。そうですね。まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい。さあ次のバッターはどうなるか。2球目打ちました。坂本が抑えて3アウトチェンジです。2回裏に入ります。7番から始まるジャイアンツの攻撃。バッターは中島。2試合当たりが出ていません。ジャイアンツ同点で迎える2回の攻撃です。先頭バッターとしてまずは塁に出たいこの回の攻撃です。ここで勝ち越して流れが欲しいですよね。そうですね。低いところへ決めてきました。ワンボールツーストライクです。バットは動きません。よく見ています。打ちました。取りました。一塁そのまま入ってアウト。8番バッターはキャッチャー大城。ここのところ当たりが出ていません。秋山。まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド変化球決まっています。力のあるまっすぐですね。インローのストレート。力のあるボールです。ノーボールツーストライクです。これは内へ外れます。ボールカウントはワンボールツーストライクです。見逃して三振になります。ツーアウトになっています。次はピッチャーの打順ですが先発の戸郷が打席に入ります。当たればいいところに飛ぶこともあるんでね、
バットを出していってほしいですね。そうですね。打ちました。高いバウンド。ピッチャーゴロ。木浪。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ジャイアンツ三者凡退です。2回終わって1対1同点です。里崎さん、お互いに点は取られていますが、序盤ですからまだまだどうなるかわからないですよね。まあ失点はしていますけど、僕は初回からいいピッチングできてるかなって印象はありますけどね。はい、ここから流れを作りたいところです。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに帰って近本。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。なるほど。この打席の豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はライトへ。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。なるほど。ではバッテリーの組み立てに注目ですね。これは低いところに持ってきました。ボールになります。引っ張った。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁。バッターは3番マルテ。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ボールになります。さあ3球目は何か。ファウルになります。打ちました。これはどうか。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット。ツーアウトランナー三塁一塁。さあジャイアンツ勝ち越しのランナーを背負った場面です。まあここでの失点は。うちのボール打った。さあ面白い当たりになった。掴んで3アウト。勝ち越すことはできませんでした。勝ち越しのチャンスがあったタイガースですが、そのチャンス インサイド変化球決まっています。いいところへ決まります。あっという間に2ストライクです。見逃して三振です。ワンアウトです。2番バッター松原。前の打席はジャストミートでしたよね。今日はバットが触れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。期待しましょう。秋山、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。取った。一塁送球。アウト。ツーアウト。この坂本、ここ5試合で打率は2割を切っていますが、ちょっと調子を落としているんでしょうか。今日見る限りではしっかり振れているので大丈夫だと思いますけどね。なるほど、そうですか。さあここから調子を上げていきたい。低めのボール入りました。ノーボール2ストライクです。またファウル。まあ、ここは見送るかどうかの判断が重要ですね。なるほど、そうですか。アウトコース打ちました。ショート取った。一塁アウト。スリーアウトです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。4回に入っていきます。タイガースの攻撃。バッターボックスサンズ。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。インコース詰まりました。大城が抑えています。ワンアウト。バッターボックス糸井。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。際どいコースに送ってストライク。154キロがいきなり出ました。2球目打ちました。田中が掴んでツーアウト。バッターボックス梅野。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。
この回の戸郷、早くも2アウト、まだ3球しか投げていません。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは岡本、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ジャイアンツ同点で迎える4回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、なんとかつなぎたいですよね。インコース打ちました、いいよ、センターに抜けました、センター前ヒット、先頭バッター出ました。ジャイアンツうまく持っていきました。非常に速い打球でした。バッターは5番丸、先ほどの打席で同点となる犠牲フライを放っています。犠牲フライも技術がいりますからね。はい、インサイド、打球は右中間へ、ここはフライになっています。センター掴んでワンアウト。バッターは6番田中、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね、引っ張った、これは一二塁間を破る、二塁へ送球する、二塁際どいが、これはセーフだ。ジャイアンツチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁、さあジャイアンツ勝ち越しのチャンスを迎えています。まあここで勝ち越せばチームも勢いつきますからね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくる、外のボール打った、さあ面白い当たりになっている、掴んでセカンドランナースタート、ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。このチャンスの間にね、しっかり点に結びつけていきたいですね。うん、そうですよね。さあそしてこのチャンスで打席には8番の大城が入っています。さあ4球目は何か、打ち上げた、この打球は落ちるか、どうだ、掴んで3アウト、勝ち越しは許しませんでした。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。ジャイアンツ5回の表、里崎さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開、どのようなところがポイントになってきますか。次にどちらのチーム、インサイド打ち上げました、センターへ打球伸びる、丸抑えてワンアウト。ピッチャーに打順が回って、先発の秋山がバッターボックスに入ります。まあピッチャーの打席なんで、きっちりアウトを取りたいですね。うん、そうですね。レフト掴んで2アウト、打順は1番に返ります。バッター近本、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね、ツーアウトになっています。この回の戸郷、2球でアウト、あっという間にツーアウトです。そうですね、まあ省エネでね、ピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。見逃して三振になります。スリーアウト。西さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開、どのようなところがポイントになってきますか。まあとにかくね、ミスをしないということですよね。ミスをした方が負ける、それもよく言われるところです。際どいコースには投げ込んでいます。バッター、これはどうか、あっと取れない、それがプロ入り初ヒット。ここはなかなかいいバッティングでした。ピッチャーにヒットが出ています。うん、そう、内から入りました。うん、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。うん、なるほど、そうバントしました。これはファウル。うん、特に難しいボールでもなかったですから、しっかり決めないといけませんね。うん、そうですね。インサイド落ちました、これはセンターへ抜ける、二塁はセーフ、これで3試合連続安打、ノーアウトランナー二塁一塁。今のバッティングご覧いただきましょう。さあジャイアンツ一打勝ち越しのチャンスです。ここで勝ち越してチームに勢いが、バントしました、ファウルです。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、送ってきた、これはファウルボール。うーん、ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。
送りバントだ。あーっと取ってアウト。決めることはできませんでした。さあまず1球目、初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ストレート打った、ショートの左掴んだ、二塁送球、二塁アウト、際どかったがアウト、ダブルプレーでスリーアウト。勝ち越しのチャンスだったんですが最後はダブルプレーに倒れてしまいました。いやー、ここは一気に行きたかったですね。勝ち越しのチャンスがあったジャイアンツです。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは初回、先制のピンチ、4番大山きっちり犠牲フライ、ジャイアンツ先制を許します。しかしジャイアンツすぐさま反撃、逆転のチャンス、迎えるは5番丸、ここで犠牲フライ、ジャイアンツ同点としました。ランナー2人を置いて、しかしバットに当たりません。勝ち越しのチャンスを逃します。3回の表、ピンチの場面だったんですがヒヤッとしましたが外野フライ、勝ち越しを許しません。4回の裏、このチャンスの場面、ここは打ち上げてしまいました。勝ち越すことができません。5回の裏、ランナー1塁2塁のチャンス、しかしここはゲッツー、勝ち越しのチャンスを逃します。今日はボールが2番バッター糸原、さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。ファウルになります。このカウントは厳しめに行きたいですよね。なるほど、さあ何を選択してくるか。引っ張った、高いバウンド、ファーストが取る、アウト、ワンアウト。打順は3番マルテ、今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。戸郷、まずは先頭バッターを打ち取っています。さてこのところのタイガースですが、ここまで2連敗、連敗は避けたいところでしょう。ボールになります。低めの球、ストライク、2ボール2ストライクと追い込んでいます。ファウルになります。次が勝負ですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました、ショート前に来る、坂本、ツーアウトになりました。バッターは4番大山、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたから。インサイド、弾き返した打球はセンターへ、丸が掴んでスリーアウトです。この回タイガース配球表、6回の裏、さあジャイアンツこの回は4番から始まります。岡本がバッターボックスに入ります。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はバットが振れてると思いますよ。そうですね。ジャイアンツ同点で迎える6回の攻撃です。ライト方向を流しました、打球はライトへ、ライト掴んでワンアウト。打席には5番バッター丸、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。打ちました、ボテボテ、ショート前に来る前に来る、大山アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打席には6番バッター田中、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。この回のジャイアンツ打線ですが4球で2アウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。
落ちるボール空振り、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。6回終わって1対1同点です。里崎さん、今日はここまで素晴らしい投手戦になってますね。そうですね、まあ本当に両投手いいピッチングしてますから、お互い一歩も譲らない展開ですよね。見応えありますね。はい、この展開どこに引っ張った、落ちました。サンズ、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。打順は6番糸井、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね、はい、さあここでタイガース、まあ走ってくる可能性も考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動きませんでした。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。うん、そうですか。打ち上げました、抑えてワンアウト、ワンアウトランナー一塁となりました。さあこの終盤、一塁には勝ち越しのランナーです。バッターは梅野、そして塁上には上田。まあ盗塁の警戒をしておいた方がいいでしょうね。ええ、どう動いてくるでしょうか。もう一球牽制球、タッチもセーフ。これが2球目、ここも外してきます。2ボール、やはりランナーを警戒したでしょうか。打ち上げた、抑えて2アウト、1塁送球アウト、ダブルプレーで3アウト。ランナー西さん、こういった状況ですから先に点を取って勝ち越した方に一気に流れが傾いてしまうということもあるんでしょうか。まあそれは言えますね。ですからね、この辺の1点というのは大きいですよね。1点の重みを感じる、そんな回になりそうです。打ちました、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。中島、これが今日の初ヒット。ここは綺麗に流していきました。いや、ここはね、うまく。さあこの勝ち越しておきたい場面でノーアウトのランナーを置いています。バッターボックスにはランナースタート、キャッチャーは二塁へ、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。この盗塁大きいですよ。一打勝ち越しのチャンスになりましたね。やはり走力というのふわふわっと上がった。この打球はフライになっています。ファーストフライ、抑えてアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあ打席には先発の戸郷が入っています。まあ代打でいい場面ではあると思うんですが、ここはベンチを打ち上げました。ショートフライ掴んでアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。つなげなかったですね。まあまだチャンスは続いていますんで、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですね。さあこのチャンスでバッターボックス、変化球打った、セカンド取った、一塁アウトでスリーアウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。勝ち、ジャイアンツ、これから8回、ジャイアンツに選手の交代がありました。ただいまの回、代走の8回まで来ました。タイガースの攻撃、打順は8番木浪、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。ジャイアンツ同点で迎える8回です。里崎さん、ここ同点での展開、このあたりどのようにご覧になってますか。まあ相手もいろいろと仕掛けてくる頃合いですからね。打ちました、さあどうだ、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達。これで9試合連続安打、ノーアウトランナー二塁。ここはうまく打ち返されてツーベースヒットになりました。バッターボックスには代打の原口。里崎さん、重要な場面となりましたね。
まあそうですね、相手ベンチもカードを切ってきているわけですから、ここを抑えるかどうか重要ですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。低めは外れました。次が3球目、低めいいところに持ってきましたが外れます。152キロ、膝元へ食い込んでくるように変化球が決まります。さあ追い込みました。このピンチ見逃しで三振を奪いました。まず一つアウトを取りました。ランナー二塁はそのままです。さあそして打席には近本が入ります。怖いバッターに回ってきましたね。さあワンアウトになりましたが、まだピンチは出していません。まあここは勝負どころでしょうね。ここもしっかり切っていきたいですよね。なるほど、そうですね。3球目は何で来るか。いいボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。高めのボール打った、抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには糸原が入っています。さあツーアウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まあジャストミート、ワンバウンドヒットになった。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。タイガース勝ち越し、2対1になりました。ジャイアンツなおもピン。抑えたかったんですが、この場面で勝ち越されてしまいました。そうですね、厳しい展開になりましたね。この終盤でリードを奪われます。さあそして打席にはマルテが入ります。さあピンチは続いています。これ以上離されると厳しいですから。また初球打ち、これは大きいぞ。真ん真ん中、左中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース追加。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。終盤で大きな追加点を奪われました。さあここでタイガース打席には4番バッター。ここは勝負をしません。申告敬遠。さあそしてバッターボックスには上田が入っています。さあなおもピンチが続きます。しっかり捉えた、掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回タイガース8回の裏、ジャイアンツは代打を送ります。バッターボックスには代打のウィーラー。ジャイアンツビハインドで迎える8回の攻撃です。西さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。まあ、やっぱりこの回でね、得点できるかできないか、これは大きいですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。インサイド落ちました。木浪ジャンプ1番よく取りました。ファインプレー。ここはご覧いただきましょう。ジャンプしながらのこのキャッチ、ファインプレーに阻まれました。いやー、いい当たりしてたんですけどもね、もったいないですね。ここでタイガース守備を変えてきました。打席には3番バッター坂本。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ワンアウトランナーありません。高めギリギリです。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。ファウルになります。打ちました。
切れました。ファールボール、外れました。まあここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど。変化球空振り、ツーアウトになりました。打順は4番岡本、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。ええー、タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。ええー、期待しましょう。ツーアウトランナーありません。次が4球目、ファウルになります。まあ、ここは狙いとは違うボールにも対応していかないといけませんね。打ちました、取りました。一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8回終わって3対1タイガースがリードしています。里崎さん、疲れもあるんでしょうが、ぜひ0点に抑えて裏の攻撃を待ちたいですよね。まあ最後までしっかり頑張って投げ切ってもらいたいですね。そうですね、そういったピッチング期待したいところです。初球打ち、打球はセンターへ。この打球はフライになっています。センターが取りました。バッターは7番梅野、今日はまだ当たりがありません。戸郷、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか。センター掴んでツーアウト。バッターボックスは8番木浪。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。ツーアウトになっています。インサイド落ちました。これはどうだ、取りました。一塁アウト、スリーアウトです。この回タイガース三者凡退です。3対1タイガースがリードしています。はい、ジャイアンツ最後の攻撃。西さん、こういった展開ですとバッターはどういった心境になるものなんですか。まあやっぱりね、打席に入るときはね緊張しますけどもね、まあでも塁に出ないといけないですからね。そのランナー出すことができるんでしょうか。低いところへ決めてきました。いいボールですね。はい、変化球が決まっています。ツーストライク、変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには6番田中、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは積極的に行ってほしいですね。そうですね。打ちました。ぐんぐん打球が伸びている、伸びてライトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。さあジャイアンツ得点圏にランナーを置いています。ここで追い上げていけるかどうかで試合の行方が変わりますから、大事な場面だと思いますよ。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには増田が入っています。外の球打った、ボテボテの当たり、サード取った、一塁アウト、ランナーは変わらず二塁です。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。このチャンスの間にねしっかり点に結びつけていきたいですね。そうですよね。さあそしてこのチャンスで打席には8番の大城が入っています。これが3球目、低め外れました。ファウルです。まあここは際どいところも打っていきますが、明らかなボール球は見極めたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ファースト、最後はライナー掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。惜しくもあと一歩及びませんでした。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。西さん、結局最後まで投打が噛み合わないままゲームセットになってしまいましたね。まあ流れとしてはね悪くないんですけどもね、もうちょっと打線がね頑張ってほしいなと思いますけどもね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のジャイアンツですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで東京ドームから失礼いたします。
日は最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。